人民元が安いから皆さん避難通貨としてビットコイン買うとか、それはイメージに過ぎない。逆に何が今流行っているかと言います。USDT ですね。去年も米中貿易戦争っていうのがありまして、で、米中対立って今になって始まったことではないと思うんですけど、はい、今回と今までの対立が、はい、大きく違うものなのか。私個人的には今回は結構本気度が高いですね。ちょっと去年というか今までのその皆さん言われてるその米中貿易戦争と違って、まあちょっとなんか本当に新たな冷戦状態に近い状態には来てる。実はですね、その香港問題だけではないですね。いろんな問題あって、香港、そして台湾、そしてそのまあ新しいテックですね、ワーウェイを含めてそのテックのところのその争いとか、あとそのコロナだから、いろんな問題が重ねてきてこの局面に来ているわけですから、ただのパフォーマンスではないと私は個人的に思いますし、で、しかもアメリカの、今回のその選挙は11月じゃないですか、次の大統領選なので、今まだ6月なんですよ。ナショナリズムが高まるとなかなか収まるのが大変っていうことですよね。つまりこの今お互い、中国もそうだしアメリカもそうだし、お互いが相手のことがあんまりよろしく思ってないし、国民含めてですよ。なのでこの、ナショナリズムが高まることによって、両国のリーダーがそれを抑えようとしてもなかなか、厳しいじゃないかなと思います。ここまで来るとちょっと予測しづらい。でまさにそのまあ、アメリカもそうなんですけど、中国はですね、香港の国家安全法制とか、この前設立したその法の導入とか、あれは確かに西世界、自由の世界から見るとこれはありえないっていう思ってるぐらいですから、まあ、イギリスもそうだし、アメリカはこれはちょっとさすがに反論しないとダメだなっていうところは来てるし、だからいろんな要素ですね、ただ単にこれだっていうのは言えないんで、だから今の局面が難しいだし、で本気度が結構私は高いし、でそれで金融面で言うと人民元安には絶対つながっていくと思います。で今までアメリカとの貿易合意が一応合意があったじゃないですか。 それが今実行段階で移そうとしているにもかかわらず、今朝のニュースで中国はそのアメリカの食品の農産物の輸入をストップしているっていうのは、だからもう要するにここまで来るとトランプさんのメンツも潰れてしまっているわけですから、そうなると自分が選挙あるわけですから、もう戦う、真正面で戦うしかない。であとですね、この香港、今まで中国に対して香港は何かって言いますと、香港の最大の役割は窓口であり、本当に金融センターであり、そして、ホワイト手袋ですね、ホワイト手袋、つまり自分の手を汚さずに香港を通じて、西側とやり取りしてたのがこの香港 の役割だったんですよ。そのために自由、そして公平っていう、あとその法律の 独立性もある程度ないとそれができないんですから、今一国両制度ですね、一国同じ中国 ですけれども、大陸と香港は違うということで、そこは今まで担保されてたんですけれども、金融センターという役割がどん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 、もし一国二制度ではなく一国一制度になってしまうと、要するに資産の出入りが難しくなるんですね。その分が皆さんが、危ないと思って、いち早く自分の持っている人民元をいかに海外の法定通貨に換金しないといけないという思って、その売り圧力が結構高いかなと思います。国家安全法制導入、はい、中国人にとっても良くないことが多いってことですね。実はそのホワイト手袋がなくなっちゃうわけじゃないですか。そうですね、いいことはないです。これは絶対いいことはないです。 なんで急いだんですかね。これはちょっと私が読んだ記事なんですけど、非常に私が賛成します。その分析はですね、習近平さんが2022年が任期満了ですね。その後どうなるかというのがまだ今決まってないんですね。
もし続く場合は、自分の結果がやっぱりないとなかなか厳しいじゃないですか。でも本来なら結果が出せるんですね。例えば GDP がどのぐらい成長したとか、どのぐらい国民が裕福になったとかあるんですけれども、しかしこのコロナの、せいで一気にそれが飛んでしまってるわけですから、逆に不安が高まってるんですね、国内では。そうなると香港もある意味マネジメントできないと本当の言える結果が、減ってしまうんで、一個でもその結果を示したいですね。香港問題がちゃんと解決できたとかっていうのが、その結果を残したいのためにも急いでるじゃないかなと、日本のメディアの分析があるんですけど、私はその意見には賛成しますね。人民元安が続くと、はい、ビットコインが上がるっていうのは、まあ、去年の米中貿易戦争の時からちょくちょく言われてきたことだと思うんですが、はい、これって実際本当なんですか？その結論をつけるのがまだ早いだと私は思います。人民元が安いから皆さん避難通貨として、ビットコイン買うとか、それはイメージに過ぎない。まだそこには来てないと思います。これ前回のこの番組の内容につながるんですけれども、逆に何が今流行ってるかといいます。USDT ですね。実は人民元が危ないとか、人民元が安くなるっていうその危機感を持っている、中国の人たちは、まあ、とりあえずビットコインじゃないんです。とりあえず USDT ですね。本当は一番欲しいのはアメリカドルなんですけれども、なかなかそれは入手するのは難しくて、で多分すぐ今の時代だってネットを開いていろいろ調べるわけですから、それが分かってきたのは USDT が一応換金できるということで、まず USDT の人が少しずつ増えてきていると思います。これも実は USDT の発行量が増えていることにはつながって、少しずつつながってきていると思います。ただしそういう人たちが必ずビットコインに来るかどうか、それは分析できるデータもないし、あくまでもイメージ、本当に想像に任せているというところかなと思います。 USDT の発行量はまだまだ増えると思います。本当ビットコイン超えちゃうかもしれないですね。その可能性は十分ありますよ。ビットコインの時価総価と中国とか、そういうアメリカドル欲しがってる世界の国々のその経済規模と比べれば、ビットコインの時価総がまだまだちっちゃい方じゃないですか。ですからその需要を考えると、 USDT は簡単にビットコインの時価総額を超えますよ。ビットコイン購入に、まあ、一歩近づくってことですもんね。そうです、おっしゃる通りです。つまり何かあるときにいきなりビットコインに来ないんですよ。こう段階を踏んでくるわけですから、今は大きな一歩を踏み出したという理解は正しいと思う。まさに大木さんがおっしゃる通りです。一歩が近づいた、どんどん近づけば将来はゴールに近づくんじゃないですか。皆さんよく勘違いするのは、これがあるから一気にこっちに来るんだ、そうじゃないんですね。段階を踏んでくるわけですから、今非常に大きな一歩が進んでいるのが現状言えることです。今日あれですね、日本時間の朝にはい、1万ドルを回復したんですけど、はい、今後その中国情勢、米中対立による人民元安が、まあ、ビットコイン買い材料なのかどうかに関しては、はい、しばらくちょっと静観して、そうですね、まあ、注意深く見守るっていう形ですかね。そうですね、まあ、結論で申し上げますと、今現時点は米中がこういう争ってるから皆さんビットコインを買いますっていうのは、結論は今日時点ではつけられないんですけれども、ただし長期的な目線で見るとそれはつながっていくと私は言えます。ビットコインの本当の今の価値で言いますと、私がですね、その避難通貨よりはゴールドですね、本当にその、デジタルゴールドの属性がどんどん強まってきてると思います。で、私最近この2週間ものすごく勉強したゴールド、本当の金 の, この過去100年の歴史 の, 価格の変動をちょっと自分なりに研究したんですけれども、面白くてですね、ゴールドがまさにこの過去の100年でこういう世界の危機、この大混乱の局面ではものすごく上がってるけれども、平和時代
何もない時、っていうところはゴールの価格が下がるというのはもう検証されているわけですから、つまり人間の心理で言いますと、何かある時にやっぱりゴールドを買いましょうっていうのが、そこは先入観としては人々の心には入っていると思います。で、今何が起こるか、じゃあゴールド実際買うにも大変じゃないですか、その物理的には。で、しかもその持ち出すのも大変だし、であるとビットコインが、少しでもそのデジタルゴールドの、特徴を、全面的に出せば、そこが人々を理解されれば、あ、これは歴史はゴールドの何千年の歴史と比べればまだ歴史は浅すぎるかもしれないんですけれども、しかし属性的で言うと全然ゴールドに負けない、そういう各面が全部持ってますから、ビットコインの方が全然いいんじゃっていう分かってきてる、その投資家の人がどんどん少しずつ増えればですね、そのデジタルゴールドの、立ち位置が確立できると思いますんで、今はまさにそういう時期ですね。